逆にももちゃん嬉しかったプレゼントってある今まで、うんうん、もう嫌なプレゼントがないわけだもんね、うん、嬉しかったプレゼントか、もともと欲しかったって言ったものを覚えててくれて、うん、プレゼントしてくれたのがやっぱり結構、あ、聞いててくれたんだ話と思って嬉しかった。あ、それが一番いいよねやっぱりね。洋服とかもそうだし、ブーツとかそう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 、すごい嬉しかった気がする。あと、まあ、サイズぐらいはちょっと困ってくれたぐらいだよね、あとはね。そういうのかな。でも親とかも結構そっち系だったかな、うち。ベッドとか欲しいって言ってたの覚えててくれたとか、カタログとか。サンタの所業じゃないけどね、マジで。クリスマスとか。そうね。あれは嬉しかったかな。ある？あ、一個ある、あるあるある。あの、その誕生日の日に、うちイベントの通訳をしてたわけよ。うん、ダンスのイベントの通訳。うん、で、超大御所の通訳だった。うん、で、そのもう、なんていうのかな、うん、ヒップホップの文化がアメリカに出てきた時に、その中心のハーレムでダンスをやってたような、うん、もう超大御所みたいな人の通訳をさせてもらってて、うん、でそれの時にその人に、あ、私今日誕生日なんだよねって言ったら、うん、そのヒップホッパーだからさ、グラフィティとか書いてるわけよ、うん、それで、あの、もうその辺の紙もらってきて、ハッピーバースデーようこってグラフィティで書いてくれた。おお、それはちょっとやばいでしょ、粋な感じだね。うわーと思って、いまだに額に入って、あ、実家から持ってこないで、それ。そう、 そうだね、そうそうそう、ある。あ、それは嬉しいね。それはめちゃめちゃ嬉しかったね。あ、すごい嬉しかった。え、逆にこれはもらいたいわ。じゃあ願望、これをもらいたい。もらってないか、妄想です。ほう、これもらったら嬉しい。うん、え、そのもらいたいは恋人からでもいいし、うん、友達からでもいいし、それじゃあその自分のその時の気分関係なしに。あ、そうだね、通年、通年でいいから通年これもらったら嬉しい。誕生日だったらこれは嬉しいとか、クリスマスだったら嬉しいとか。あ、じゃあ基本的にさ、あんまり物欲しくないタイプでさ、うん、なんかその小物とかもこだわりあるからさ、うん、なんか基本的に自分のアマゾンの欲しいものリストを公開して、うん、好きなやつを。夢がない。花は嬉しいけどな。は、まあそうね、花は嬉しいかな。鉢植えじゃない花ね。ああ、ちょっとシクラメンのでかいの来られたら、ちょっと、ちょっとどうしていいか分かんない。花もなんかその、うん、なんか、え、これっていうのが来たら気持ちが嬉しくない。で、しかもまあカゴの花とかだったりとかしたら、ね、別に、うん、いつか朽ちて果てるわけで。まあね、うん、花ぐらいだったらまあ、まあ、花はいいんじゃないかな。まあいいかな。記念日とか木の開いたもんじゃなければある程度、うん、まあまあ有名どころの、うん、あの、その木を照らった色じゃなければネイルとか嬉しい。ああ、そこで私ブルーいらないからって言ったら、普通のベージュとか赤系とかだったら全然嬉しい。ああ、なるほどね。うん、そうだ、口紅になるとさ、ちょっともしかしたら、でもいくつかあるうちのネイルだったら一本なんか別に、うん、あ、思いついた。欲しいのは、私メイク好きだから、うん、メイクのパレット、アイシャドウのパレットとか、なんかその限定、どれかは使えるもんね。そう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 、とか限定のなんかすげえパッケージが可愛いディオールのパレットとか。ああ、いいね。とか、そのリップの3、なんかホリデーコレクションとかあるじゃん。あれあれ、リップ3色セットとか。あれあれ、1色は必ず合う色多分あるから。あれあれ、それ嬉しい、嬉しい。それだったら嬉しい。それだったら通年嬉しいね。あと、まあ、さっきヨコちゃん2月3日で、まあ、節分なんだけど、うん、まあ、バレンタインも近いからバレンタインコレクションみたいな、なんかバレンタイン限定みたいなアイシャドウとか、うん、あ、なんか化粧品系も出るよね、うん、ああいうのだったら嬉しいだろうね、多分ね。そう、パレットだったら何も節分に持っていくことない。そう、いくらでも嬉しいかもね。嬉しい、うちだったらね。あ、メイク系は、メイク系はいいよね。嬉しい、嬉しい。それね、必ずしもみんな当てはまるわけじゃないけど、なんか、うん、あの、全然アイシャドウとか塗らない子もいるじゃん、たまに。でもその子見ればわかるからね、塗るか塗らないか。そうそうそう、こんだけ塗りたくってるから、ね、だったらって刺してほしい。そう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 、刺してほしい、うん、嬉しいかもね。うん、うちだったらね。ももちゃんは通年、その、あ、じゃあその花以外で、なんていうの、その消耗品以外で通年嬉しいもの。通年嬉しい、でもメイク用品は嬉しいかもね。うん、それこそ、あの、黒のマスカラとかだったらいつもらっても嬉しいだし。消耗品じゃん。あ、そっか。あ、そっか。そうそうそう。でもアイシャドウも。あ、消耗品だけど。ね、そんなにすぐなくならないからね。え、ずるい。卑怯者。あ、高級なシャンプーとリンスもらった時嬉しかった。うん、ああ、いいね。自分じゃあんまり買わないっていうのを。ブルガリーみたいな。あと、なんか、バーニーズの紙袋でやられててちょっと嬉しかった気がする。ああ、いいね、いいね、いいね。あと、香水は嬉しい。
まあ、消耗品っちゃ消耗品だけど、あ、考えてくれた香水嬉しいかも。うん、香水も好みあるじゃん。あるけど、ある程度許せる、うん、で、特に置いたって美しい形なんだろう、クレグランスだったら嬉しい。あ、もう飾っといても綺麗だもん。確かに、使わなくてもいい。使わなくても全然十分、いいから。確かに。クレグランスは嬉しいかな。うん、あと好きな、私本が好きだから洋書とかもらったらちょっと嬉しいかも。考えてくれたら嬉しいかも。インテリアの洋書とか、うん、別に読めやしないけど、そういうのも嬉しいかもね。ちょっと考えてくれた感が嬉しいんじゃない。考えてくれた感がいいよね、やっぱりね。うん、私がね、洋書とか集めても知ってるからって言ってくれたらもうすごい嬉しいかも。そう、安易な豆とかじゃなくて恨みすげえんだけど。あれは何だろうね、消耗品か、うん、あ、私ワイン飲むんだけど、うん、オープナーでおしゃれなのとかもあったら嬉しいかもしれない。あ、そういう、それぐらいだったらいいやつね、ちょっと。あ、そう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 、うん、いいやつってもそんなに高くない。いいやつでもオープナーって5000円しないと思うんですよ、絶対。そうだね、だからそれぐらい、それが嬉しいんじゃないかな、多分。うん、考えてくれた感じになって、いつもワイン飲んでるからとか言われたら、うん、すっげえ嬉しい。そうね、すごい嬉しいよね。それ考えたら、うちのさ、生態を知ってくれてる人が多分少ないんだと思うよ。あ、そうか。うん、なんだろう、なんか手鏡とか。あー、嬉しい。櫛、あ、櫛いいね。嬉しい、嬉しいわ。櫛なんかさ、ちょっと可愛いやつとかさ、いい感じだよね。しかもいい感じだよね。いいやつか、可愛い、なんか可愛らしいやつか、可愛いやつか、ロマンティックだし、ちょっと、うん、櫛ぐらいだったらなんかちょっと変な、なんかデザインでもね、まだ中にしまわれるからまだ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 いいかな。全然使ってるとかめんどくさいこと言われないのもいいかもしれないし、それはいいかもね。使ってる、え、使ってくれてないのみたいな。使ってますって適当に言えるじゃん。証拠にも何もなんないし、うん、香水とかと違って匂いがするわけでもないし、うん、まあ人によるんだけどね、うん、考えてくれてるかくれてないかの違いだね。そうだね。さっきドンク行って考えただろみたいなの嫌だよね、うん、行って飛び込んで買ったら豆は広い。